な支出の半分をコスメに当てる女、どうも、アリちゃんです。はい、本日の動画をですね、今話題の毛穴ケアアイテム合計7種全部正直レビューしていきたいと思います。スキンケアの中でも特にお悩みランキング上位に来がちなトラブルって毛穴ケアだと思うんですよね。でもそのせいで世の中には毛穴ケアアイテムっていうのがもうたくさんあるじゃないですか。なので今日はもうたくさんある中でも特にいいと話題になってるもののみをね、ごそっと集めてきました。まあ、なので、まあ、毛穴とかにね、悩んでいる人は今ね、どんな毛穴アイテムが話題になってるのかとかも含め、テクスチャーや使用感などを全部正直レビューしていきたいと思います。ぜひぜひ動画最後までご覧ください。それでは動画スタート。そしたらね、もう早速紹介していきたいんですけど、どうしようかな、先にもう全種類はじめ見せようかな。もうね、多分今日紹介するものはみんなね知ってるとは思うんですよね。知ってるとは思うけど実際どうなんみたいな商品をね選びました。はい、ちょっともう持ち方が雑で大変申し訳ないんですけれども、はい、本日はですねこちらの7商品を全部レビューしていきたいと思います。全部毛穴ケアコスメなんですけど、比較的口コミがねいい商品を中心に選んできました。はい、そしたらね、まずはじめは洗顔料からご紹介していきます。毛穴特化の、ね、洗顔料もめちゃめちゃね種類があるんですけど、その中でも口コミがいいものだったりとか人気商品といえばね、じゃん、この2つかなと思います。こちらがファンケルのディープクリア洗顔パウダーで、こちらがビオレおうちでエステのマッサージ洗顔ジェルなめらかです。じゃあまずはじめはファンケルの洗顔パウダーからレビューをしていきます。はじめにね、この商品の商品説明を読んでみると、毛穴の黒ずみ、ざらつき、くすみを取り去り、潤い、透明感のあるつるすべす肌に整えるブラック酵素洗顔パウダーとのことです。中身はねこのように一個一個がね個包装になっています。でこの商品を開けるとこのように黒いパウダーになっています。これね、炭や吸着泥というのが入ってるから黒いパウダーになってるらしいんですけど、調べてみたら炭が肌表面の角栓とか毛穴汚れを効率よくかき出してくれて、吸着泥っていうやつが角栓とか毛穴汚れの老廃物を吸着してくれて絡め取ってくれる成分らしいです。ちょっとここあたりに、ね、泡立ててる映像を載せておきたいなと思うんですけど、なんか酵素洗顔でさ結構なんか泡が粗いものが多いなっていう印象があるんだけど、この商品は本当に普通にモコモコの泡になります。肌の負担を減らしながら酵素洗顔できるっていうのが結構この商品の人気な理由なんじゃないかなとね個人的には思っているかも。はい、そしたらね、今お化粧落としたのでこちらの洗顔料を使っていきたいと思います。ちなみにね、洗う前にじゃん、こちらマイクロスコープです。このマイクロスコープを使うと毛穴のね奥までしっかりと見ることができるので、この機械を使ってしっかりと見ていきたいと思います。はい、そしたらまずはね、洗顔する前の毛穴の状態ですが、今さっきクレンジングをしたのですっごい黒ずんでるっていうわけではないかも。まあなんだけど角栓がなんかすごい詰まってるっていう感じ、白いポツポツがねたくさんと見受けられますね。はい、そしたら顔を洗っていきます。はい、今洗い流してきました。仕上がりはこんな感じです。では毛穴のビフォーアフターを見ていきたいと思います。使用前と使用後の違いを感じないかも。まあ元々ね黒ずんだ状態からスタートしてなかったっていうのはあるかもしれないんですけど、引き続きね白い角栓っていうのはまだまだ見えます。朝の寝起きに使った方がより違いははっきり出そうな感じでした。小鼻自体はねつるっとした感じの仕上がりになる。使っていて特に刺激とかも感じなかったので毎日の使用は全然問題なさそう。まあ酵素洗顔ってね1回にすごい劇的な変化があるものでもないのかなと思うので、これは継続することで効果を感じるのかなっていうのが正直な感想でした。はい、そしたらお次はこちらですね、ビオレのおうちでエステマッサージ洗顔ジェルなめらか使っていきます。これもさ毛穴ケア対策用の洗顔料としては結構メジャーな商品かなって思うんですけど、いかがですか。ここに書いてある通りジェルタイプの洗顔料です。みんなさジェルタイプの洗顔料とか使ったことありますか。じゃん、出すとこんな感じです。ジェルタイプはね泡立てないで使うのでその分ね厚みがすごいありますね。テクスチャーはねこんな感じ、なんかほんとゼリーみたいな感じかも。ザラザラ油っぽい肌の毛穴汚れをケアしてくれる洗顔ジェルらしいです。かつねこれ肌への負担を抑えた処方にもなっているのも特徴です。泡とジェルの違いって何なんだろうなと思って調べても見たんだけど、泡洗顔料だと毛穴のその余分なね角質とかを浮かび上がらせて洗浄してくれる方法らしくて、でこのジェルタイプは余分なね角質とかを密着させて洗い流してくれるっていう違いがあるらしい。でさそう聞くとなんかこっちのジェルタイプの方が洗浄力
強いのかなって私一瞬思ったんだけど、それもね調べてみたら逆で、ジェルタイプの方が洗浄力はマイルドらしいです。そうだからこれは肌質とかに、ね、合わせて選ぶのがいいのかなと思いました。はい、ということでね、今起きたばっかりなんですけれども、朝洗顔にねこちらのビオーレの商品使っていきたいと思います。すごい洗濯機のめっちゃグオーって音が聞こえる。すいません、聞き取りにくかったら。ちなみに寝起きの毛穴の状態なんですけど、なんかすごいギトギトしてる感じ。小鼻周りとかはねちょっと黒ずんでもいますね。はい、そうしたら顔をね軽く濡らしたので、このねジェルをつけていきたいと思います。はい、今ねだいたい30秒ぐらいくるくるしてみました。ちなみに肌の状態はこんな感じ。くるくるすることでこうやってね白く濁る感じになりますね。泡立っているわけではないけど、ちょっとジェルっぽさから少し変化する感じはあるかも。はい、そしたら落としてきます。はい、今洗い流してきました。今はね結構肌はちょっともちっとしてる感じな気がします。ではマイクロスコープでね毛穴の方も見ていきたいと思います。おー、すごいねすっきりしてますね。洗顔する前にやった黒ずみとかはね綺麗になくなってる。あの商品説明文に書いてあった毛穴のね黒ずみをしっかり落としますってところに関しては本当に効果はしっかりとありそうです。で洗い上がった後にこうやって時間をね結構置いても、そんなにね今のところ乾燥してる感じもしないかもしれないです。まあ、ただね一個唯一ちょっと嫌かもって思ったポイントとしては、このねジェル洗顔落としにくいかも。なんかどんだけ水でバシャバシャしてもなんか肌がその最後までぬるっとしてる感じがなかなか取れなくって、いつもよりもたくさんなんか洗っちゃった感じはしたかも。そこがちょっとネックかなって思ったんですけど、毛穴自体のね黒ずみケアっていう観点で言うとしっかりとこれは効果がありそうと思ったアイテムでした。はい、そしたらねお次は話題のピーリング2種紹介していきます。それがじゃんこちらです。これがねワンデイズユーの皮脂スッキリノーモアブラックヘッドで、こちらがスックのポアクレンジングセラムです。はい、そしたらですねまずはこちらからレビューしていきたいと思います。でこれさ今 SNS でめちゃめちゃ話題になってませんか。そうこのねパッケージなんだよね、見たことありませんか皆さん。はい、でこの商品ね一体何ぞやった方もいらっしゃると思うんですけど、調べてみたところ角栓や汚れなどを洗い流すとかじゃなくて溶かしてくれる鼻パックらしいです。なんか私そんなさそのスキンケアにめちゃめちゃ詳しいわけでもないけれども、角栓を溶かすってなんか実際どうなんですかねってちょっと思ってる部分もあるんですけど、はい、中身はねこんな感じでした。でこの商品使用方法としてはコットンにねまずこの液をたっぷりと浸して、そしたらそのコットンを鼻のところに乗せて15分ぐらいね浸透させるらしいです。でそうすることでこの鼻のね角質とか余分な皮脂っていうところが溶けていくらしくって、柔らかくなった皮脂とか老廃物が肌のね表面に出てくるらしいです。で最後にそれを拭き取ってぬるま湯で洗い流して完了っていうね商品みたいです。なんかね調べてみたところねこれ評価めちゃめちゃいいんだよね。9点とかでもね評価良かったし、いろんなね美容系 YouTuber さんとかインスタグラマーさんの方とかもねこれ結構いいって言ってるようなイメージなんで、まあ、気になってはいたのでこちらも試していきたいと思います。はい、じゃあ早速こちら使っていきたいと思います。今寝起きだからさ顔のもうテカリがもうそもそもめちゃめちゃやばいんですけど、マイクロスコープで毛穴の方も見ていきたいと思います。おお、すごいめちゃめちゃ汚いです。やっぱりこういう小鼻の周りとかはねちょっと黒ずんでいますね。ちなみに肌の状態アップで見せるとこんな感じです。ちょっとねここあたりが黒ずんでるの分かるかな。はい、ではつけていきたいと思います。まずこれをねコットンに染み込ませるってことで、なんかテクスチャーとしてはすごい水っぽいね。そしたらそれを小鼻にくっつけます。はい、こんな感じかな。なんかね香りはねちょっとミントっぽいようなすっきりとした香りがします。はい、じゃあこの状態でね15分程度放置していきたいと思います。はい、そしたらね今15分経ったので撮っていきたいと思います。はい、でこの上からね綿棒で表面をねいろいろ擦ると角栓が取れるらしいのでやっていきたいと思います。待って、どうしよう、全然わかんないんだけど、私やり方間違えたかな。なんかね使い方は間違ってないっぽいんですけど、ちょっとあんまり何も取れてる感じがしないですね。ちょっと洗顔もしてないんで肌のアップで大変申し訳ないんですけど、はい、今ね鼻の状態こんな感じで、特にねやる前にあった黒ずみが消えてるわけでもなく、でこうやってね今表面をちょっと綿棒で軽く触ってみたんですけど、特にね何も取れてはいないかな。やばい、何もわかんない。口コミとかを見てみると本当にその老廃物が浮かび出てきましたみたいな意見と、いや何も浮かび出てこないんですけどっていうね意見結構分かれてます。
ますね。私に関してはね、何も浮かんできてないですね。なんか取れた感じもしなければ綺麗になった感じもしないかも。どうしよう。ちなみにこのアイテムの使用感なんですけど、ちょっとね15分間浸してる時は少しピリピリした感じもありました。なので個人的にはその敏感肌さんとかそういう人にはあんまり向いてない商品なのかなとも思ったかも。まあ実際にね、これで毛穴がスッキリしましたっていうね口コミもあるのは事実なので、まあ人によるのかもしれないけど、私はちょっとあんまり効果を感じなかったっていうのが正直なレビューです。あんまり参考にならなくてすみません。はい、そしたらお次紹介するのがスックのポアクレンジングセラムです。私この動画を撮る前にフォロワーさんにね、気になる毛穴ケアアイテムとか何かありますかっていうねアンケートを取ったんですけど、その時にスックのねこの商品がすごい人気だったんですよね。気になってますっていうね声がめちゃめちゃ多かったので今回購入してみました。でこちらの商品はですね、スックが独自開発した角栓を溶かして落とし、余分な皮脂や汚れもクリアする処方が採用されているピーリングアイテムらしいです。そうだから結局はこちらの商品も溶かして落とす商品らしいです。テクスチャーはこんな感じですごいジェルっぽいような感じでした。伝わるかな。少しねこれ弾力もあります。そう、あとねこれめちゃめちゃいい香りもする。使い方は洗顔後の濡れた肌に使用するらしいです。 2,3 プッシュ程度を手に取って小鼻など気になる部分に塗っていきます。で30秒ほどマッサージするように肌にじっくりと馴染ませて、最後水かぬるま湯で丁寧に洗い流して終了らしいです。この商品ね、いろいろ口コミとかも見てみたんですけど、いい口コミとしては小鼻のねざらつきがなくなったとか、あと1回でも皮脂汚れや角栓がなくなっているっていうのが実感できるっていう口コミがあったりしました。で逆に悪い口コミとかだと洗浄力が高すぎるとか、あとは香りが強すぎる、個人的にはそんなに強い感じはしなかったんですけどね、まあ香りが強すぎるみたいなコメントもあったりしました。ちなみにやる前の毛穴の状態は、まあ寝起きの状態はいつもほぼほぼ同じですね。皮脂がちょっとギトってしてて小鼻周りが少し黒ずんでいる。ではつけます。気になるところにつけていきます。ちなみにこうやって馴染ませてもね、特にテクスチャー自体は変わらず刺激とかも特にないです。じゃあ今から流します。はい、そしたらね今洗い流してきたので鼻の状態見ていきたいと思います。あーなるほど。このピーリング剤に関してもやる前あった小鼻の黒ずみとかはね綺麗になくなっていますね。うん、綺麗になってると思う。これはねやる前とやった後で毛穴の違い感じる。でも個人的にね、最初の方に紹介したビオレ UV のジェル洗顔、あれとねそんなに大きな違いは感じなかったかもしれない。まああれは洗顔料で、これはねピーリング剤なのでもちろん違いはあるとは思うんですけど、使用感だったりとか、あとビフォーアフターとかを見ると、まあ、個人的にはね、まあ、違うと思うんですけど、まあ、消費者目線からで言うと大きな違いは感じないっていうのがね正直な感想かも。デメリットを言うと、このスックのねピーリング剤も落としにくさっていうのはありました。最後までちょっとヌメヌメしちゃう感じ、まあ、なんだけど毛穴掃除っていう観点で言ったらこれはねしっかり綺麗になってる気がします。うん、よさげ。はい、そしたらねお次はマスク紹介していきます。毛穴系のマスクで有名ラインといったらもうじゃんこちらでしょう。一つ目がイニスフリーのスーパーボルカニックポアクレイマスクと毛穴なでしこのお米のパックです。はい、そしたらね初めはイニスフリーのこのマスクから紹介していきたいと思います。もうこれはさめちゃめちゃ有名なクレイマスクですよね。私もこれ何回か使用したことあるんですけど、これさ本当に毛穴周りがすごいスッキリするっていうイメージはあるかも。開けてみると、はい、こんな感じですね。ザ・クレイパックって感じ。このねクレイとは泥のことを指すので、さっきね酵素洗顔の時もお話ししましたけど、泥の力で余分な皮脂とか角質とかをスッキリさせてくれるアイテムです。ちなみにね出すとこんな感じで、だいぶねもっタリとしたテクスチャーですね。洗顔後適量を取って水気のない肌に目とか口元を避けて塗っていきます。で大体ね10分とか15分ぐらい放置するとこれがね乾いてくるんですよね。なので乾いたら水とかぬるま湯で洗い流して完了するスキンケアです。この商品ね匂いもちょっとほんのりする、まあ、いい香りではないかも。臭いわけでもないけど、なんかほんと泥みたいな匂いがするかも。はい、そしたらね今洗顔が終わったので、今からこのクレイマスク使っていきたいと思います。まあ洗顔後なのですっごい今小鼻がギットギとかって言われたらそんなこともないんですけど、多少ね詰まってはいるので、これがねどのぐらい変わるか見ていきたいと思います。はい、そしたらつけます。はい、今ね全顔に塗り終わりました。じゃあねここから15分程度放置してこのクレイマスクを乾燥させていきたいと思います。
はい、そしたらね、15分経ったので流していきたいと思います。ちなみに15分経った時の肌の状態はこんな感じです。やっぱ15分間ね乾燥させたので、ここあたりはね少しカピカピしています。まあなんだけど、他ブランドのクレイマスクと比較したら、私はなんかイニスフリーのクレイマスクは比較的カピカピしにくい方だとも思っています。はい、じゃあ洗い流します。はい、洗い流し終わりました。仕上がりはこんな感じです。もうね、本当にこれはめちゃめちゃ小鼻すっきりします。はい、小鼻ね今アップにするとこんな感じなんですけど、めちゃめちゃつるんとしてるの伝わりますか？このクレイマスクはしっかりとビフォー&アフターの違いをね感じるかも。私は、まあ、だしさ、ちょっとこの小鼻周りも少し全体的にトーンアップした感じもするかも。どうですかね。とまあね、しっかりと効果を感じるマスクではあるんですけど、やっぱりね洗浄力が強いせいか、ちょっとね、まあ、ヒリヒリするは言い過ぎなんだけど、まあ、ちょっとなんか肌が敏感になってるような感じも少しはするかも。だからやっぱりこれはスペシャルケアとして使うのが個人的にはいいかな。このマスクは私的にしっかりと効果を感じるアイテムかもしれないです。はい、そしたらお次はキアナナデシコのお米のパックもレビューしていきたいと思います。これもさ、めちゃめちゃ人気ですよね。凹凸キアナにお米のパックってちゃんとがっつりパッケージに書いてある。これは 100% 国産米由来成分配合の潤い毛穴ケアアイテムらしいです。使うことで潤いを整えてくれたり、肌弾力を整えてくれたり、肌の調子を整えてくれたり、キメを整えてくれたり、そうすることで毛穴肌がもっとキュッとなる、そんな商品みたいです。そうで、この商品パックではあるんですけど、この通りねチューブタイプなんですよね。なんかね調べてみたところ、これ1個でだいたい30回ぐらい使えるらしい。まあだから1回相当の値段換算で言うと、まあ130円とかそのぐらいの価格帯の商品ですかね。手元に出してみると、はい、こんな感じ。すごいもったりしてるかも。なんかちょっとお餅っぽいような、そんなテクスチャーです。伸ばすとこんな感じ。出したてはすごいね弾力があって、こうやって伸ばしてみたら、ね、伸び自体も良かったです。今こうやって伸ばしただけだと特にね刺激とかも全然感じないです。でこの商品調べてみたところ、一応ね毎日使えるあのスキンケアラインではあるらしいんですけど、おすすめとしては洗顔後のスペシャルケアとして週2日から3日ぐらいの使用がおすすめされているらしいです。この商品を使うおすすめのタイミングとしては、それこそあの肌のねキメがちょっと乱れてきちゃって、毛穴がね少しぽっかりしちゃったな時とかにね使うのが推奨されてるみたいです。はい、そしたらね今お風呂から上がって洗顔も終わったので、こちらのマスク使っていきたいと思います。ちなみにね今お風呂から上がったばっかりなので、正直ね毛穴周りとかは全然黒ずんではいなくてですね、そうですね、全然黒ずみとかは起きてないです。洗顔後なのですごいスッキリしてる感じがする、まあ、なんですけど、この商品さっき説明した通り、潤いとか弾力とかキメを整えたりとか、そういった効果もあるらしいので、そちらの方を検証していきたいと思います。テクスチャー伝わりますかね。なんかねちょっとモソモソする感じかも。塗ってる時はねほぼほぼ匂いは感じないですね。匂いとかに敏感な方でも全然使えそう。はい、塗り終わりました。そしたらねこれ待機時間5分とね短めなんですけど、5分間ね待っていきたいと思います。はい、そしたらですね今5分ぐらい経ったので、今から流していきたいと思います。なんかつけてると結構ねっちょりしたので落としにくいかなって思ったんですけど、意外とねそんなことなくてすんなり落ちました。洗い上がりの感想なんですけど、洗い上がった後のお肌はね結構もっちりとした感じもありました。まあ弾力だったりとかキメっていうところに関してはね、まあちょっとどうなんだろう、増えたのかなそうですね、まあ、この商品は毛穴のビフォーアフターをすごい劇的に感じる商品っていうよりかは、乾燥対策として結構使えそうな商品なんじゃないかなと個人的には今思いましたね。あ、そうですね、やっぱりここにもね潤い不足のカサカサ肌向けともね書いてあるので、これはもうどちらかというとの保湿をすることで毛穴に効く商品なんじゃないかなと思います。はい、そしたら最後はクレンジングご紹介します。それがねじゃん、こちらです。ディオザクレンジングバームブラックリペアです。フォロワーさんでねアンケートを取った結果ね、ディオのブラックリペアが実際どうなんですかって意見めちゃめちゃ多かったです。私自身ですね、ディオめちゃめちゃ愛用してて、もう今まで何個使ってきたんだろうかってぐらいね結構愛用している商品なんですけど、このねブラックリペアプロバージョンですね、これをね使ったことがなかったので今回購入してきました。なんかちょっと汚いね、ごめんなさい。はい、新しく出たディオのブラックリペア、中身こんな感じです。もう本当
に真っ黒だね。で、このブラックが出たことで、ジオね、現在5種類になりました。赤がアンチエイジングケア、ホワイトがくすみケア、緑が敏感肌向け。で、毛穴ケアがこの黄色のデュオとブラックの2展開になったそうです。そうで、この黄色とね、黒がどう違うのかっていうのも調べてみたんですけど、まず違い1個目としては、スクラブ剤の有無があるみたいです。黄色の方はスクラブ剤やピーリングセームが入っていなくて、黒の方は入っている。あと2つ目は、黄色の方はどちらかというと、その透明感とかを引き上げてくれて、まあ、結果的にその毛穴を目立たなくさせるタイプで、黒の方は毛穴の黒ずみとか皮脂とかザラつきにかなり特化したクレンジングになっているみたいです。まあ、なので個人的にはそのしっかりもうがっつりその毛穴ケアをしたいんだったら、よりね特化したブラックの方がよくって、マイルドに適度にケアをしたい場合は黄色の方がいいのかなというふうに、まあ、個人的には感じました。はい、そしたらね、こちらデュオを使っていきたいと思います。まあ、ちなみにさ、私、まあ、化粧しちゃってるから、毛穴なんかファンデーションとかね、詰まってると思うんですけど、うん、そうですね、黒ずんでいるとかでは全然ないんですけど、あのファンデーションとかがね、詰まっているのと、あとやっぱり1日ね、取った後だからすごい皮脂とかですごい鼻がテカテカしてますね。はい、そしたら落としていきます。テクスチャー自体はなんか今までのデュオと特に変わらない感じがします。はい、洗い流しました。仕上がりはこんな感じです。やっぱりね、デュオはめちゃめちゃ洗浄力しっかりありますね。あのウォータープルーフのねマスカラ今日つけてたんですけど、もうリムーバーなしても全然落ちる。洗浄力がしっかりあるっていうのはブラックになってもね変わらないみたいです。はい、じゃあ肝心の毛穴チェックしていきます。あー、なるほど。うん、まあ確かにあの黒ずみとかはね、まあ今クレンジングしたばっかなので当たり前だと思うんですけど、この通り全然ないですね。でね、こうやってマイクロスコープとかで見ても、あのクレンジングする前にね、結構鼻がかなり皮脂がひどかった状態なんですけど、まあそこもねすごい綺麗さっぱり取れてるっていう感じがします。うん、まあでもね、やっぱりこの皮脂がしっかり取れるって別にその他のねクレンジングでも同じ結果にはなると思うので、まあ1回だけじゃね、この毛穴がすごい劇的に何か変わったかっていう感じはないんですけど、まあ、小鼻周りはすっきりしたかなっていう感じですかね。そう、でもね、今ね洗い上がってからまだ5分も経ってないぐらいなんですけど、ちょっとね乾燥すごいかも。私ね、デュオを使う前から最近ねめっちゃ乾燥しやすくて、そういう影響もあるかもしれないけど、ちょっとねだいぶ洗い上がりの乾燥は少しブラックが気になるかも。私あんまね赤とか気にならなかったんだけどな。今回使ってみた感想としては、洗い上がりはすごい、小鼻周りはすっきりするけど、ちょっと乾燥が気になるっていう感じのアイテムでした。はい、以上で今話題の毛穴ケアアイテム合計7種の正直レビュー終了になります。いかがだったでしょうか。あの私もですね、毛穴マジでひどいんで、すごいね悩んでいるんですけれども、ちょっとねみんなでねいろいろ情報とか共有しながら、まあ少しでもね毛穴が綺麗になるようにみんなで引き続き頑張っていきましょう。動画最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったよという方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではみんなまた次のね動画でもお会いしましょう。バイバーイ。